じゃあ続きやりますか。それぞれのね、ルートをクリアして、次、ペパーのいるところ。なんだっけ？ここ。ザ・ホームウェイ。ゼロゲートへ向かおうって。まあ、ゼロゲートってところに向かう、んだろうけど、まあ、向かうんだけど、ちょっとその前にちょっとやりたいことがあって。まあ、あれよ、あれ。まあ、ちょっと、期末テスト受けないとさ、期末テスト、まあ、ちゃんと学校のこともやんないと。ちょっとまず、授業受けよう。あ、すごい！授業にボタンがいる！へぇー、あ、これいいな、なんか。歴史来た。歴史ちょっとね、載せたいんだよな、動画に。他のカットしてるかもしんないけど、なんか、重要度が、物語のなんか、真髄みたいな感じがして。いや、もう、覚えてないのもあるんだよな、ちょっと。パルディアの大穴、内部の名は、エリアゼロ。この学校は創立何年？うーわ！何年だっけ？これでも中間の時出たんだよな。805だった気がする。パルディアのおとぎ話で語られた4つの宝のうち正しくないもんな。これね、4つの宝がっていう話があったんだよね。もうそれだけだと何も伝わんないだろうけど。この2つはあった。器もあった気がする。扇かな？がなかった気がするな。エリアゼロの観測隊のメンバーで、探検記を執筆した人物の名前は、ヘザーっていう人だったかな。バイオレットブックを書いた人。ペパーが持ってるやつ。フトゥー博士がテラスタルオーブを発明したのは何年前？確か15年前。そう、フトゥー博士が発明したんだって、あれ。すごいよね。ビッカ、ピッガ。リスニング問題来た。このね、今のは怒り。ピッガーは怒り。チャーは喜び。いいな、この問題。ありがとうございました。家庭科のテストの結果ですが。よっしゃー！よし、合格した。全部合格した。あ、PP さんは今ので全ての授業、全てのテストを終えられました。やったー！ありがとうございます。クラベル校長先生からこちらを預かっておりますよ。なんだろう。あ、経験飴 L を5個もくれた。校長先生ありがとうございます。これで課外授業の宝探しに専念できますね。気をつけていってらっしゃい。これで専念できるな。これ受けようとしたらどうなるんだろう。あー、もう終わりだな、そう考えると。じゃあ、あとは課外授業だ。あとね、この、学内のイベントで、それぞれの先生と、好感度を深めるみたいなのあるんだけど、まあ、それね、動画載せずにちらほらやってはいるんだけど、まあ、ちょっと今のところ載せずに進めようかなと思ってます。今のところね。ここかな？めっちゃここっぽい。行ってみよう。こんなとこあったっけ？あ、おーい！こっちだ、こっち！ペパー！すごい白い、ここ。響くな、音。洞窟の中的な？何これ？あれがゼロゲートだ。何これ？パルディアの大穴の中。エリアゼロを観測する施設。ゼロゲートの中から大穴に降りんだ。そういや、お前が連れてるあいつ。あ、ミライドンかな？ミライドンって、エリアゼロが生まれた場所なんだとさ、へえ、そうなんだ。じゃあ、エリアゼロで、生まれたんだ。まあ、繰り返しただけだけど。へえ。もしかすると、故郷に帰れるの嬉しかったりしてな。ああ、そうかもね。まあ、どうでもいいけどよ。なんでペーパーそんな冷たいの？その、ミライドンに対して。なんかあったのかな？俺が呼んだ二人は、ゼロゲートで待ってるはずだぜ。行くとするか。もう先行ってんのかな？あ、ザ・ホームウェイ！キーン、カーン、カーン、カーン。根本ボタン。てか、もうこの4人だったらもう怖いもんなくない？最強よ。どうしよう、全然違う人来たら。ん？うーわ。めちゃくちゃ機械。うわ、なんか暗。電気は電気。ん？あ、ネモじゃね？ネモだ。ヤッホー、ピーピー。ヤッホー。ペパーから強いポケモンがワンサカいるって聞いてさ。いや、なんか、大変らしいね。マフィティフが、怪我しちゃった場所っていう。あんな強いのにね。
すげえポケモンと戦えるって教えたら秒できた。ネモらしいな。学校ではこう うるさいだけど、こううるさいだけって言うな。バトル好きでね、いいじゃんね。頼りになりそうだな。お、やるか。あ、でもなんか実は仲いいみたいな感じか、もしかして。バチバチな感じだけど。っていうか暗いよ。すごい、すげえポケモンどこにいるの？ねえ。本当にいいのかな？確かに変だな。前来た時は、電気ついてたんだけど。おー、ついた。もしかして。ついた、この曲は？聞いたことのある曲。なんで？うちがやった。すげえ、ボタン。ボタンすげえ。もう頼りになるわ。この曲あれか。あの、フトゥー博士の曲だ。いや、さすがボタンよ。頼りになるわ。なんかオートで省電力モードになってたっぽい。そうなの、もう頼りになるな、この二人。まあ、ペッパーもね、あの、いざという時にサンドイッチ作ってくれたり。てか、もうそもそも戦っても強いからな。ハッキングして強制的に解除。いいのか、それ。あ、EV バッグがモフモフの。そう、モフモフの。名前知ってる？ちゃんと。メモ。あ、ボタン側は、モフ？名前ボタン。話すのは初めまして。私ネモ。クラスは1の A。もうちょっと身構えちゃってんじゃん、ボタン。タイプ違うよな、ちょっとな。機械得意なんだね。ポケモン勝負は好き？いや、でも強いんだよ、実は。あ、うぐ、ぐいぐい苦しい。合わなさそう。ハイテクに強いやつ、校長から紹介してもらった。ペッパー行動力あるな。PP の助けになるって声かけたら秒できた。もう二人とも秒でくんじゃん。でも嬉しいな。冒険とか柄じゃないけど、PP に借り返さなきゃ。でもなんか、いやいや来てるだったらちょっとね、悪いなって気がするけど。約束は果たす。あ、でも義理がたいね。てか、それ僕が頼むべきなんじゃないのか？意外と硬派なやつ。改めて、俺はペファーだ。ペファーって言っちゃった。改めて、俺はペファーだ。好きなものはマフィティフと料理で。あ、生体認証確認中。生体認証確認中。え？あ、フトゥー博士。ハローピーピー。待っていたぞ。ペッパーもいるよ。優秀な仲間を集めてきてくれたようだな。もう、怖いもんなしの4人です。いや、どちら様なん。そりゃそうなるわ。ペッパーのね、お父さん。俺の父ちゃん。多分。なんか、そうだよね。なんか、レジェンドルートのさ、主5匹目倒した時になんか、本当にあんたなのかみたいな言ってたんだよな。え？フトゥ博士？うん。あ、学籍番号 805C001 ネモ。学籍番号 803B121 ボタン。そんなことまでわかんの？来てくれて感謝する。博士、お会いできて光栄です。あ、やっぱすごい人なんだ。まだ会えてないですけど、確かに。ボタンはなんか、うちらのこと話したん？いや、話してない。よね、きっとね。なわけあるかよ。君たちにはまず、パルディアの大穴に入ってきてほしい。右手に見えるエレベーターから下の部屋に降りられる。うわ、すげえ。ハイテクだな。ボタン、こういうの見てさ、テンション上がったりしないのかな？あのさ、父ちゃん。うん。先へと進んでくれ。なんで会話？なんか。まあ、会ってから話しようってこと？なんか悪いん？ねえ、ちょっとそこがよくわかんないんだよ。なんかなぁ。ちょっと大人ならしっかりしてほしいよな、その辺な。博士ってポケモン勝負強いのかな？博士はポケモン勝負あんましないんじゃない？博士だし。先へ進めってさ。ペパーもな、そうだよな、気になるよな。フトゥって人は昔有名だったし、最近メディア出てないけど、やっぱ有名なんだな、フトゥ博士。この辺は、てかみんなで行こうぜ、みんなで。こっちは？さあ、こちら側のシャッター壊れているだって。じゃあ行こっか。どうするこれで僕だけ。みんなに置いてかれたら。ウィーン！ガシャン！みんなは？みんなは？あ、みんないてよかった。よかった。
生体認証確認済み、オールクリア。すごっ、効果ゲート解放。え、これもう大穴の下まで行ったのかな。わあ、自動ドアだ。いや、遠隔で操作されてるっぽい。すげえ、今のだけでわかんだ。ほら、外はエリアゼロの上空だ。あ、上なんだ。下かと思ってた。え？ PP、ミライドンが連れてきてるな。はい。もちろん。ここまで一緒に冒険してくれてありがとう。いえいえいえ。むしろこちらがね、ミライドンのライド技、滑空を使えばエリアゼロへ降りられるだろう。え？他の3人は？え？エレベーターとかないんだ。てか、ミライドン飛べんの？そうそうそう、飛べるんだよ、実は。すごいでしょ。下に着いたら連絡する。無事を祈ってるよ。強引なやつ。エリアゼロのポケモン楽しみ。早く降りよ。え、これみんなで乗れて、ちょ、待て待て、ネモ待てて。あの子、怖いとかないんか？いや、ないない。絶対ない。ネモだもん。俺たちも行くか。でもボタンもあんまなさそうだよね、正直言うとね。え、行くか。みんな怖くないの？僕、高所恐怖症だから、怖っ。ピピ、腹はくくったか？行くか。はい。よっしゃ、わかった。行くぞ、あいつ出してくれ。ミライドン。4人乗りか、ミライドン。乗れるの？うわ、大丈夫ここ。あぎゃあ。うわ、僕、こんなとこ立てないわ。あぎゃ、あ、ちょっと怖がってる。あ、待って。そうか。ふん。え、待って待って。高くてビビ、いや、違う、絶対違うって。高くてビビってんだろ？じゃなくて。そっかそっか。いや、多分これ違うって。みんなで飛べば怖くないよ。ほんと？あ、ほんとに高くて、あれかな。意味わからん。うわ、なんか頼もしい。いけるかな？待って、僕も乗せてよ。乗れ！あ、待って、置いてかないで、ミライドン！そんな！え、あ、よかった。ひゃっほー！僕一番危ない！すげえすげえ、うわ冒険よこれが。うわ、ミライドもいい表情。うわ、いいなこれ。ちょっと、あ、なんだ、エリアゼロが怖いとかそういうのかと思った。ミライドン、うわ、新たな冒険だ。え、え、これエリアゼロ、思ったより、なんかもうちょっと機械的なところなのかなって思ったけど。あ、意外と、なんかしかもキラキラしてない？また来ちまったな。なんか、ミライドは大丈夫なんだね。じゃあ別に、エリアゼロ自体は。すごいキラキラしてるし、もっと人工物的なところかなと思ったけど。はぁ、はぁ、途中2回は死んだ。めっちゃ怖いだろうな、あれはな。あぎゃ。あぎゃ、やっぱちょっと怖いんだよ。どうしたの？ギャッ！大丈夫かな？あ、帰ってった？自分からボールに戻ってった？待って、ネモは？ポケモン探してない？もしかしてネモ。どうせ腹でも減ってんだろう。いや、違うって！絶対ちょっと怖がってるって。マフィティフも大丈夫かね？そういや、生徒会長は、いや、ね、そうだよ。ネモは？え、いないし、まさか。いや、ネモは落ちたりしてないと思う。多分ポケモン探してると思う。あ、絶対そうだよ。ねえねえ、みんな！エリアゼロすっごいの、早いな、行動が。どうすごいの？早く行こう。行こう行こう行こう。特製マイペースな。いいツッコミ。ボタン。いいな、ボタン。生体認証確認中。4名ともコンディションオールクリア。バイタルは正常な数値です。これ戻るときどうやって戻んの？空を飛ぶタクシー行けんのかな？無事に降下できたようだな。はっ、随分と快適な着地だったぜ。それはよかった。いや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 、皮肉なんですって、博士。現在可能な降下方法は難易度が高いため心配していたのだ。ん？嫌味通じてないっすだよな。だよね。
ご心配ありがとうございます。ネモは本当憧れてるって感じがするね。これから最深部、僕の待つゼロラボを目指してもらうわけだが、その扉は外部から4つのロックがかかっており、僕では解除できない4つのロック。なんかボタンなら全部引けそうじゃね。4つのロック。君たちには途中建造されている観測ユニットを4箇所巡ってもらう。え、ここと今のが1箇所目ってこと？その施設でロックを解除しながら進んできてほしい。なんでそんなことになってんだろう。では健闘を祈る。なんか変じゃね？ここだってさ、フトゥー博士が管理してたらそんなことならなくない？4つのロックか、ゲームみたいで楽しそう。でもそうだよね、なんか冒険っていう感じはする。それじゃあエリアゼロの奥底目指していざ出発元気だなあーみたいな。いや、でもほんと頼もしいよな、この3人。あ、アーマーがいるわ。普通にポケモンはいるんだな。え、これさ、空を飛ぶで、めっちゃみんなついてきてるけど。え？一応空飛ぶで帰れるってこと？あ、帰れるんだ。へえ。なるほどな。まあ、行ってみよっか。ポケモンいっぱいいるね、なんか。あ、ミライド乗れないわ。ちょっと話しかけてみたい。え、なに？え、なに？曲か。え？うわ、すげえ壮大じゃん。うわ、すごいとこだなぁ。ちょっと待って、景色見てみたい。うわ、滝だ。え、なにあれ？なんだこの壮大さ。虹もかかってる。すごいとこだなぁ。こんなのが広がってたんだ、大穴の下に。うわぁ、キリンリキとかいるね。ポケモンちょっと戦ってみよっか。うわ曲違う。野生のポケモンのレベル高っ。マジかよ。あれ、てかそうか、今までいなかったか、わたっことか。出会ったことないポケモンがいるっていう感じか。あ、強っ。まあちょっと進んでみよっか。ポケモンは普通にいるね。これは？この木なんか変じゃね？ここがパルディアの大穴。その中のエリアゼロ。教科書の差し入れ見るよりなんかすご。普通入れないもんね。いや、そうだよね、絶対。あれ？そういえばミライドンは？なんかビビってボールに戻った。そうそうそう。とかネモ見てなかったか。心配だね。もしかしてあの子いないと上に戻れん？いや、前来た時は、うん。会話気になって。空飛ぶタクシーに行って。まあでも、会話中に当たると聞けなくなっちゃうのかな。モルフォンとかもいるよ、だって。なんか上とは違うよね、出てくるポケモン。レベル高えし。ナイス！ペパーめっちゃ、ペパーめっちゃ見とる。キリンリキのそばで。下に博士がいるなら頼ればよかったんじゃん。仲悪いん？うっせえな。お前調子乗んなよ、調子乗んなよ。は？お前っていうな。何切れてんの？おい！ちょっと、もうせっかくの大冒険、楽しくしようよ。そうだそうだ。ちょっと仲良くしよう、せっかくなんだし。まだあんま多分、話したこともないもんな。なんかボールある。PPA だ。アイテムは普通に落ちてんだね。へえ。なんかいろんなポケモンがいていいな。アーマーが。うわ。取れる？これ。なんかボタンがすごい突っ込んでってるけど、美味しい水だ、滝の中に。ボタン。ペッパーも。これ多分降りていけばいいんだよな、これ。さすがにトレーナーはいないよな、ここ。これ、落ちれたりすんのかな？危ないかな？あ、危ないんだ。うおー、びっくりした！ボタンと PP ってどういう関係なの？え、助けてもらった。友達とか学校とかいろいろ大変だったん。そんな時頼りになってくれた恩人。へえ、ジムも行きつつ、PP すごいね。そういうあなたは？私、同じクラス。家もご近所なんだよ。チャンピオン目指そうって言ったらチャンピオンになってくれたんだ。何それ、やば。いや、お前らさ。俺と PP の友情物語に比べたら、全然まだまだだぜ。お、張り合ってる。聞いてない。
てかマウント取んなし。あー、みんな PP と仲良しなんだね。確かにそうだね、みんな仲良しだよ。なんか今友達の友達状態だな、もはや。ペパとネモはね、面識あっただろうけど、ボタンはあんまり面識ないイメージあるな。いいな、この辺の絡み。あ、フリアドライブ、マジか。へぇー。チャンピオンになろうって言ったらチャンピオンになってくれたんだって、マジで、やばいよな。確かにそれ聞くとやばいよな。でもそれ言ったらさ、スターダスト大作戦、やろうって言われて、スター団全員に勝ったりもしてるからね。そう考えたらやべえな。あそこじゃない？あの建物。違うかな？っていうかこれ右下のマップじゃよくわからんのよな。詳細マップみたい。あれじゃないね、あれだよね。いかにもな建物。博士が言ってた建物。ねえ。なんだっけか。満足ナゲット。うわ、食いてー。満足ナゲット。なんだっけ。観測ユニット全然ちぎれじゃねえか。小さな津しか合ってない。あと、とか。ふん。ボタンって記憶力すごいね。僕も覚えてなかった。いや、こんなんだね。すいません。ちょっと覚えてなくて。何があんだろう。あ、キラリ。うわー、出た、風呂、なんだっけ。うわ、うわ、なんか出た。なんだっけ、風呂キラリみたいな。あれだよ。トップのポケモンだよね。そうだよね。大穴にいるんだ。へぇー。なんで、おもだかさんのポケモン、なんでいるんだ？ PP、一緒に戦ってみよう。わかった。一緒に？フラフチュー！鳴き声すげえ。上のところにはいないのかな？確かに見たことないもんな。2対1。チャンピオンのネモはルガルガンを繰り出した。あ、そう、なんかさ、今までポケモントレーナーのネモだったのに、前回の最後のバトルからチャンピオンのネモってなってるっぽいね。わっ、相性悪いか。ちょっと変えるか。捕まえられたりすんのかな、キラフロル。おもだかさん、なんで持ってるんだろう。めっちゃ、おい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 、待て待て待て、今僕捕まえようとしたんだって。もうネモが張り切っちゃって。やっぱネモって強いんだなっていう。捕まえたかったよ、普通に。珍しいポケモンいっぱいいるのかな。いそうだよね、ちょっと。エリアゼロの恐ろしさはこんなもんじゃねえからな。は？なんで上から目線。いいな、ボタン。なんか、ツッコミ役みたいな。まあまあ、観測ユニット入ろうよ。そうだね、中どうなってんだろうね。さっきのバトルマジで僕何もしなかったな。4人で戦ったりもすんのかな、レイドバトルみたいに。建物でかくね、こんなもん。キラーメの結晶、へえ。ここか、入り口は。あそこ光ってて気になったけど。ベッドある。わー、古代の遺跡なんだろうね、ここにしては新しすぎでしょう。いや、そうだよな。無事1つ目の観測ユニットにたどり着いたやつだな。フトゥー博士の声だ。87年前、エリアゼロ調査の中継地点として作られた施設だ。へえ、歴史的な建物だね。そう考えると。ベッドあるよ。だからベッド。私たちも疲れたらここで休めそうだな。あ、じゃあ体力回復できんのかな。では PP、中央のパネルを操作して、ロックを解除してくれ。わかった。わかりました。僕がやっていいの？ボタンがやった方がよくない？大丈夫かな？向こうの部屋も見たいけど、ドア壊れててダメだこりゃ。ダメだこりゃ。父ちゃんもここで働いてたのかな？でも87年前。あ、でも、そうだね。あり得るかもね。疲れてたらベッドで一休みできそうだよ。ちょっとカビ臭いけど。まあじゃあちょっと回復しよう。パンパンパラパン。これ？ちょっと待ってね。これは？あ、過小四角四角四角の存在が影響して、エネルギーが結晶化していると判明した。六角形が多層的に組み込まれた四角四角四角の殻構造が要因と考える。この
この現象をテラスタルと命名する。ほう、あれなんだよ、フトゥー博士がテラスタルボールを開発したんだよね。じゃあテラスタルの研究をしてたってことになるか。テラスタルオーブプロトタイプを発明、企業から研究資金を融資されたので、コサジタウンの灯台に研究室を作った。あそこね。ゆくゆくは大穴に戻り、結晶体の研究を再開したい。キラフロール関係あるのかな。じゃあ押すか。はい、ポチッとな。なんかついた。あ、ロックが解除されました。残り4分の3。その調子だ。残りの観測ユニットも引き続きよろしく頼む。その奥にペッパー博士もいんのかな。ペッパー博士じゃねえ、フトゥー博士もいんのかな。ねえ、あ、なにこれ。え、どこに移動しますか。あ、へえ、ワープゾーンみたいな。へえ。え、じゃあちょっと行こっか。へえ。よっ。ん？なにその向こう向いてこっち向いて。行き合ってんね、君たち。次どこだろう。俺、人生で父ちゃんとあんま会ったことなくてさ。突然の自分が台頭した。ボタン、シッ。研究で忙しくて全然帰ってこないし、料理も洗濯も自分でして、マフィティフだけが話し相手だった。だから、実の親のことを全然知らねえんだ。俺の父ちゃんすごいんだって誇らしい気持ちでごまかしてたけど、すごくなくてもさ、やっぱ一緒にいてほしかった。最近じゃあテレビのニュースとかネットの記事でしか顔見てない。たまに来てたメールもここ数年音信不通。それなのに急にエリアゼロに来てくれ、だと。つくづくさ、変な家族だよな。いや、そんなん。人それぞれだし、優しいなボタン。さっきはごめん、ズケズケと言いすぎた。俺も感じ悪かった。すまん。名前ボタン。え、ここで自己紹介。お前っていいやつだよな、ボタン。え、そうなんだよ。ふふ、お前やめろし。うむうむ。そうだそうだ、仲良くなっていいぞ。ネモもなんか、いいね。ネモも合わさっていいね、この3人。この2人同士のやりとりもいいけど、そこでこう、ね、ネモがさ、いや、まあまあ、みたいな。仲介人になってくれつつ、みたいな。あ、昔父ちゃんに会おうとしてパルディアのお穴に来た時、この辺りで見たことない生き物に襲われたんだ。へぇー。え、どんなポケモン？ネモが興味津々。あれはポケモンっていうより、もっと鉄っぽい機械みたいな。こう、ちょっぴりメカメカしいポケモンなんじゃないの？いや、全然ちげえから。もう生物として別物。へえ、マフィティフもそいつにやられて大怪我したの。じゃあいるかもね。二度と見たくねえ。やばいやつなんだよ。そんなに強いんだ。おい、これ、早く会いたいね。いや、言うとは思った。たまに不謹慎なところある。そうだよ。そうだよ。でも悪気はないんだ、ネモは。ここ合ってんのかな？ルチャブルとかもいる。話のテンポがクソ早い。これ僕が早送りしてるわけじゃなくって、このペースで話してるから、ちゃんと読もうとすると大変なんだよな、ちょっと。あそこにあるね。でも基本的には会話さ、流れよく見たいから、戦わずに行くことになるかもしんないけど。まあ、ちょっと、会話見つつ行こう。あそこだ、4分の2だ。ちょっと捕まえたりもするか。でかくない？ドゥルルルルカチッ！てててー！2個目。また資料とかも置いてあるといいな、なんか。観測ユニット、ようやくに、2つ目。ボタンが先陣切ってくれてる。なんか、生えてない？あ、中に入って休もう。ネモが珍しい。疲れてる。生徒会長、意外と体力ないよな。そうなんだ。意外でしょ？いや、めちゃくちゃ意外。ドヤ顔で言われ、ほんとだよ。ドヤ顔で言われて。あ、なんか僕も笑ってる。にぃみたいな感じになってる。なんで、体力ありそうな気がしてたけどね。ん？え？あ、デリバード。外で見かけるポケモンもいるんだ。でもなんか様子おかしくない？デリバード。なんか鉄の、ロボロボしいぞ。え？デリ？いや、なんか変わってる。え？パチパチ、かわいい。ボタン、かわいいポケモン好きなんだな。え、でも待って、様子が。え？で、
でででででやりやりばーえーうわうわえ戦う戦う PP 戦い戦いそうだねそうだね戦おう捕まえられんのえボタンは2対1でいいじゃんんこれはうわブラッキーちゃんとデリバードってことでいいのかなスターダンのあいいねスターダンのボタンはって出てくれた僕今飛ばしちゃってんのかなまだスターダンなんだなって安心するねえ鉄の包み何それデリバードじゃねえ鉄の包みしかもレベル高っ今首が浮かなかったこれ捕まえられるうわ首がなんかビヨンってなってるよ待て待て鋼タイプかあ捕まえらんないわえインファイト撃ってみる渦潮あ抜群だ鋼だなんだ鉄の包みってえなんかこれペパーが言ってた鉄っぽいやつかなマジ何だったん今のはあびっくりしたデリバードにしてはなんかメカメカしかったねこれペパーなんか知ってんじゃないかなだな完全に寿命縮んだ早く中入ろびっくりしたねやっぱ可愛いもの好きなんだなボタンなんか草生えてるよここ草生えてるって言い方合ってんのかな入ろう入ろうあまたベッドあるありがてえどこも似たような感じここなら野生のポケモン来ないし安全だねネモンも休んだ方がいいんじゃないの体力的にんねえエリアゼロのポケモンって何なんだろうん俺も気になってた。まあ、ポケモンだけじゃなくて、ここの太陽当たんなさそうな感じはするんだよね。だって、上さ、ちょっと霧がすごいじゃん。でも、しっかり明るくって、草も生えてて、木も生えててっていう。なんか、そこあたりも不思議なんだよな、ちょっと。ポケモンだけじゃなくっていう。もしかして、こいつらなんじゃないかって。ん？え、何？その本。バイオレットブックじゃない？あ、エリアゼロの怪物。エリアゼロには不思議なポケモンが生息している。下に行くにつれて、ポケモンかどうかわからないような小型で残酷な生き物がその姿を見せ始める。彼らの猛攻を受けたことで、隊員が致命傷を負い、一時退却することになった。ドンファン。あれじゃない、主のさ、ドンファン。あれもちょっとメカっぽかったもんね。小型で残酷な生物。大型じゃないんだ。でも強くなるんだね。ね、エリアゼロの怪物。観測隊の一人が偶然撮影した写真。ドンファンというポケモンに似ている気がするが、体の質感や移動方法など、生物的に全く異なる。まるであれは鉄の轍だ。やっぱ戦ったドンファンだよ、きっと。エリアゼロの怪物。ポケモンじゃないってこと？それはわかんねえけど、どうなんだろう。PP はどう思う？え？普通のポケモンとは違うんじゃないかなと思う。なるほどね。確かに見た目も変わってるし、図鑑でも見たことないもんね。まあ、世の中いろんなポケモンがいるから、鉄っぽいポケモンはいるかもしんないんだけど、さっきのデリバードはちょっと、普通のポケモンって感じではなかったなそろそろ話しておかねばな。あ、盗み聞きか？フットゥ博士。博士だ！エリアゼロに生息している一部の生物は、今よりはるか先、未来のポケモンなのだ。未来のポケモン？未来のポケモン？すごすぎ！いやいやいや、無理があるし、いや、そうだよな、無理があるな。僕がいるゼロラボにタイムマシンが存在して、タイムマシン？でも博士がそんな、適当なこと言うわけないんだよな。未来のポケモンを呼び出しているのだ。へー、タイムマシン。いいの？そんなことして。それって父ちゃんがずっとずっと研究していた。
完成していたのか、タイムマシン研究してたの。てかだとしたらさ、フトゥー博士が未来のポケモンを呼び寄せちゃってんじゃないの。え、どういうこと。なんか頭こんがらがってきたな。でも今の本は昔の出来事だもんね。ん、ああ、え、その生涯をかけてね。ん、生涯、え、ん、タイムマシンって未来へ行けたりもするん。ああ、可能だ。ただし人間ほどの質量だと帰ってこれないがね。ああ、でもタイムマシンってそう言われてるよね。未来には行けるけど帰れないっていう、光の速度を超えるとみたいなねいや怖いし、父ちゃん、お前は何のために俺たちをエリアゼロに呼んだ。父ちゃんって呼ばなくなった。ん、ペパー、それはん、可能であれば直接話させてくれ。ん、実物を見せながら説明できれば理解もしやすいはずだ。ん、でもポケモンは未来から来たんだよね。人間は未来にしか行けないけど、ポケモンは未来のポケモンなんだよね。フトゥー博士は生涯をかけたって言ったな。っていうことは、生涯をかけて、っていうことは過去の人。では PP、中央のパネルを操作してロックを解除してくれ。え、確かに何のために呼んだんだろう。とりあえず今の、鉄っぽいポケモンは未来のポケモン。で、人間は未来にしか行けない。過去には戻れない。っていうことは分かった。で、フトゥー博士は生涯をかけてタイムマシンを完成させた。うん。凍結された。テラ計画が再始動。今月からゼロラボに拠点を移す。テラ計画。昔より研究員は減ったが問題ない。結晶体の影響が大きく、実験結果が安定しない。ん？結晶体の力は強大だ。企業は不安定さを怖がったが、不可能だった研究に着手できる。なんかの研究。やっと楽園を作れる。楽園？ん？見えてきそうで全然見えてきてない、僕は。ペパー、あいつ誰だ。フトゥー博士だと思ってるけど、タイムマシンとか一気に SF 感増してきた。そうだね、違う時代のポケモンと戦えるなんて最高じゃん。エリアゼロ来てよかったでもポジティブだな、やっぱり。まあ、とりあえず押そっか。はい、もう進んでみるしかないもんな、わかんないし。その調子だ。残りの観測ユニットも引き続きよろしく頼む。PP。あいつが持ってこいって言ってた例の本。きっと大穴の中のことを全部に関係している。あいつに期待されてな、されてない俺なんかよりも、お前が持ってた方がいい気がするんだ。なんか、バイオル、あ、まあありがとう。ちょっと読んでみたい。とりあえず。読めるかな？著者。ヘザーによって書かれた、パルデアの大穴の探検記。拙い文字でフトゥーと書かれている。うん。 PP 任せたぜ。ありがとうペパー、信頼してくれて。使う。大昔の人がエリアゼロを探検した記録が挿絵とともに書かれている。あ、読めないんだ。いや、普通にちょっとペパーのことが心配だな。大丈夫かな。でさ、その、向いて、向こう向いてこっち向くやつ。どうしたん、その、そこはめちゃくちゃ息合ってんだよな。ネモの親ってさ、どんな感じ。普通だよ。確かに会ったことない。いや、うちでも知ってる。あ、スマホとロトムの会社の役員。なんで知ってんの。普通に有名。あと、個人的に調べたし。いいとこのお嬢様だったのか。そうなんだ。わーわー、柄じゃないんだって。でもそうだな。お父様もお母様もいい意味で放任かな。あ、お父様お母様って呼んで。お姉ちゃんもいるし、私はやりたいようにやってるよ。お父様って呼んでんだ。お嬢様力、たない。ね、意外。もううるさいな。
そういうボタンのとこはどうなの？うちは度がつくほどうざい。そうなんだ。過保護ってこと？声はでかいし、スキンシップやばいし、ボタちゃんとか変な呼び方するし、とにかくうざい親父なの。マジうざい。ただそれだけ。なんかかわいそうだな、ボタちゃんの父ちゃん。ボタちゃんって呼んだ。やめろ。いいじゃん、愛されてる。PP のお母様は優しいよね。会ったことあるのかよ。あ、へえ、いいな。すげえうまいんだろうな。うまいって何？あれ、僕なんか飛ばした。うまいって何？え、なんだうまいって。あれ、読み間違えた。なんだお母様うまいって。へえ、まさかのねもお嬢様。めちゃくちゃ意外。あれだな、ボタンは、甘々にこう育てられてきたのかな。ボタちゃん。ボタちゃんって呼ぼう。なんかそれぞれ違ってて面白いな。っていうかねもお姉ちゃんいるんだね。あそこなんか光ってる。てかところどころ木光ってんの気になるな。三つ目。おっしゃ、観測ユニットだ。ナゲットって言わなくなっちゃった。またなんか出てきたりすんのかな。一休みできるね。そうね。またなんか出てくる。絶対出てくる。ね、そう思う。あはは、ボタン心配しようすぎ。いや、出てくる。ん？あ！出た！ウィー！ルドン！名前なんだったっけ？戦ったよね。ほら見たことか！ほら見たことか！こいつって、ルシのあいつじゃんね、あいつじゃんね。ちっちゃい版のあいつだ。未来のポケモンだったのか。確かにそうなる。ペパー戦ったことあるの？すっごく強そうだけど。二人で戦ったんだよ。ああ、ヌシなら俺と PP に任せろ。ネモがウキウキしてるよ。戦いたいんじゃない？ネモ。いいのかな？こいつ名前なんだったっけ？いや、めっちゃ、ドンファンに似てるんだよ。あ、マフィティフ！いいね、いいね。あ、こいつも鉄の輪立ちって名前だったっけ？あ、じゃあ同じ名前なんだ。いけ！ウェーブタックル！いいねー、いいね、いいねー。鉄の輪立ち。不思議だよな、ちょっと。パチパチ。よっしゃ、勝利だぜ。秘伝スパイスの時のあいつももともとはエリアゼロにいたのかもな。どうやって上に登ったんだろうね。っていうか、上に登っちゃっていいのかな。いいな、二人は。お花の外でも会ってたんだ。まだいるかもよ。いやいや、あんな未来 100% 外にいたら大問題では。そうだよね。フトゥ博士が管理してんじゃないの？何してんの？いや、ほんとだよ。何してんの？フトゥ博士。偉い博士は何考えてんだろうな。BP、観測ユニット入ろうぜ。未来のポケモンが来ていいのかな？そもそも。秩序がそういうね、秩序がとかそういう。なんか生態系とか乱れそうだなって思うけど。本一つ置いてある。椅子の上に。三つ目到着。歩いたり戦ったり、みんな体調は大丈夫？全然大丈夫。疲れてる人？あ、ボタちゃん疲れてそう。大丈夫かな。ボタン具合悪い？あ、いやー違くて、タイムマシンの話聞いてからずっと考えてた。なんだろう、エリアゼロにいるポケモンと一緒でさ、未来ドンも未来のポケモンだったら、あ、そうだよね、きっとね。そうだ、僕、思ってて言わなかった。本当に思ってて言わなかったんだ、ボタン、これ。そう、僕もちょっと思った。そうだよね。だって、未来ドンってついてるもんね。しかもちょっと、ロボットっぽいっていうかさ、目が電子的な感じだもんね。確かに未来な感じするする。っていうか、名前もそれっぽいし。そうだよね。絶対そうだよ。っていうか、そうじゃん。忘れてたけど、ペパー。ミライドンのボール持ってたり、ん？確かに。ミライドンのボール持ってたり、フォルムのことを教えてくれたり。なんか知ってんじゃないの？そうだよね。知ってんじゃないの？記憶力、さすがちゃんだな。わかったわかった。教えるよ。あいつ、ミライドンは、
父ちゃんがタイムマシーンの研究中に見つけたポケモンだ。ほう。ここからは僕が答えよう。あ、フトゥ博士。博士、 PP に預けていたミライドンはタイムマシン研究で初めて未来から転移できたポケモンだ。へえ、あれかな、モトトカゲの未来の姿みたいな感じかな。やっぱりそうだったのか。その遺伝子データや行動パターンを分析するに、一般的なライドポケモン、モトトカゲの未来の姿、なるほど、ということが分かっている。確かに似てるっちゃ似てる。そうだね、まあ似てるっちゃ似てるぐらいの感じだね。他にもたくさんのポケモンが時を超えてやってきたが、だからデリバードの未来の姿みたいな感じ。ミライドンの種族は全部で2匹しか転移できなかった。おお。は？ってことはあいつもう1匹いんの？そうなるよね。あと種族って、まあだからミライドンが2匹いるってことだよね。つまりは。もしかして家族じゃない？エリアゼロのどっかでミライドンを待ってたりして。どうなんだろう。感動の再会？家族見つけてあの子と再会させられたら、絶対絶対幸せだよ。本当にそういう話なのかな。なんでペッパーが持ってたんだろう、ずっと。家族か。ああ、いいと思う。では、PP。気になる！中央のパネルを操作して、ロックを解除してくれ。わかりました。もう一匹いるんだな、ミライドン。1号に続いて未来のポケモンの転移に続々と成功している。1号がミライドンってことか。あの本が現実となる時は近い。え？あの本って、バイオレットブックだよな、多分。この楽園で3人が幸せに暮らせるよう努力せねば。3人が。え？どういうこと？どういうこと？あの本が現実となるときは近い。3人が幸せに暮らせるよう努力せねば。ん？タイムマシンの研究、偉大なる功績、未来からポケモンの転移に成功、ミライドンと命名した。なんと新しい宝にも恵まれた。いいことは続けて起こるものだ。新しい宝、これペッパー、この世界にもう一匹しかいない家族、会いたいに決まってるよな。ペッパーもフトゥ博士にやっぱり会いたいのか。会いたいよな、きっとな。突然の胸圧展開、こういうの嫌いじゃないし。野生のポケモンは任せろ、ズバッと倒していざ進め、頼もしい。バラブーン。まあ、行くか。あ、ロック忘れてた、ロック忘れてた。解除します。ポチッとな。残り4分の1。その調子だ。残りはあと1つ。最後の観測ユニットも引き続きよろしく頼む。はい。ミライドン、もう1匹。いや、僕最初さ、2種って言った時に、いや、てっきり、そのバイオレットじゃない方、スカーレットにいる方のコライドンの話かなと思ったけど、でもまあ違うよな、きっと。ミライドンが2匹いるってことだよな、きっと。くるくるもう一個どこだろう。もしかしたら上の方の可能性もあんのかな。カチッ、てってれてー。あと会話しなくなったな。あ、ミライドンが未来のポケモン。道理で見たことないはずだよ。PP、今すぐミライドンと勝負させて。いやいや、気持ちはわかるけど。モンスターボールに絶賛引きこもり中。あ、そうだった。あとバトル、今な、あれだから、ミから来てたってのは俺も初めて知った。あいつは昔父ちゃんが突然家に連れて帰ってきてさ。ちょっとの間、東大の研究室でみんなと一緒に過ごしてたんだ。絶対に秘密って約束で俺も世話手伝わせてもらって。それで詳しかったんだ。なるほどね。うお、なんか下すげえ。でもある日、ミライドン、野生のポケモン相手に暴れてさ、
近所の奴らに存在がバレかけたことがあって、その後すぐ父ちゃんがあいつをエリアゼロに連れ帰ったんだ。違う時代のポケモンだもんね。ああ、バレたら大騒ぎだ。そうだよね。それ以来父ちゃんにもミライドにも会えなくなった。今思えばガキ臭いけど、あいつに親を取られた気がしてすげえ嫌だったんだよな。ああ、だからミライドのこと嫌いだったし、あんま言いたくなかった。ピピ、黙っててすまなかった。いや、全然、しょうがない。そんなワクワク情報をもっと早く知りたかった。ここに来る前に言えし。お前らさ、今言いづらいことだってあるじゃんね。あとどこだこれ。もう下の会話見てたらさ、自分がどこ向かってるかもわかんねえ。あとさ、そう、ずっと気になってたんだけど、今、課外授業で宝探しをしてるわけなんだけど、ボタンの宝はスターダンってことが分かったし、ネモの宝は、ライバルである僕ってことが分かったんだけど、ペパーの宝って何なんだろうな。そこが気になってはいるんだよな。もしかしたらマフィティフかもしれないし、ただあんまり明言はされてないんだよな。この下とかどうなってんだろう。下行けないこれ。なんかすごい結晶なんだけど、下。あ、行けるかこれ。うわー、落ちちゃった。うわー、待って。うわ、すごい。いいのこれ。PP は慌ててみんなのところへ戻った。どこここ。よう戻れたな、僕。残っち。あ、デリバードいる。さっきの鉄の輪立ちのじゃない。捕まえられんのかな？あ、捕まえられるわ。鉄の包みだって。来た！てってれでー！いいのかな？捕まえて。え？パラドックスポケモン。古い書物に登場する謎の物体に似たポケモン。古い書物に登場。バイオレットブックな。目撃例は過去2件のみ。包み。でもそうなるとさ、古い書物の段階でもうタイムマシンができていることになる。そうなると。でも1号であるミライドンは最近来たことになってる。え？なんだここ。ん？すごい洞窟。こんなとこまで来てよかったのかな。すごいマイナスイオンとかすごそう。いやー、さっき落ちたとこだ。大きな結晶がいっぱい。綺麗。下まで続いてる。あったあった、あそこだ。今あったぞ。なんかテラスタルとか関係してそうだな。なんかこの結晶落ちたら一巻の終わり。落ちたよさっき。慌てて戻ったけど。そうだね。足元気をつけないと。博士がこの奥に、もうすぐ会えるんだな。俺は大丈夫。本当？ PP、ネモ、ボタン。用心して進もうぜ。わかった。不思議な景色。お穴の財宝、本当にあったりして。なんか、天国？みたいな場所だよな。キラキラしててね。なんか意外と草木もあって。ここら辺の結晶を照らしたると同じ光？めっちゃ気になる。で、なんかそんな感じするよね。奥まで行きゃ全部わかるさ。行くぞ、みんなで。わかった。そうか。あそこ行きてえな。さらに下どうなってんだ？あ、いっぱい、うわ、すげえとこいるわ。ありえんとこにいる。大丈夫か、君ら。テラピース氷。ミライドンってタイムマシンで今の時代に来てからは、しばらく博士ともう一匹とエリアゼロで暮らしてたんだよね。そういう話だったはず。あ、うん。だったらここってミライドンの第二の故郷なんだよね。確かにそうなるな。まあ、馴染みはあるんでない？そっか。じゃあ、里帰りじゃん。のんびりできるね。にしてはビビり散らかしてたけどな。そうなんだよな。今もボールの中から出てくる気配ないしよ。あれ？高いところだから怖がってたんじゃないんだっけ？なかったっけ？あー、誰がそんなこと言ったんだっけな。
いや、なんて言う、ペパーだよ、ペパー。未来ゾンのあの反応って嫌な記憶があるんかと思った。僕もそう思った。嫌なことがあった場所とか行動とか思い出すだけで手が震える。うちがクラスで孤立してた時と一緒。学校のこと考えたらあんな風に引きこもりたくなったし。ボタン。マフィティフと同じでエリアゼロで誰かに傷つけられたとか。わかんないけど、戦うフォルムにもならなかったんでしょ？可能性あると思う。だって戦いたくないんだよな、きっと。それが本当ならかわいそう。どうにかして元気になってもらいたい。ミライドンと戦いたいからとか、そういう不純な目的じゃないから。あちゃー、自分で言っちゃったか。でもさ、お前逆にすげえよ。逆にな。いやでもネモは本気で心配してくれてると思うけどね。何なんだろうなぁ。もう一匹の話も気になるよなぁ、ちょっと。あ、落ちちゃった。うおぉ、大丈夫かこれ。あ、え、出た。慌ててみんなのとこに戻った。あ、観測ユニットのルピー解除したいんだって。あ、近く着いた着いた。ラッキー。ダグトリオすげえ、ビビる移動方法してる。それ大丈夫か、ダグトリオとして。あ、大丈夫そうだ。着いたぞ、なんだかんだ。あ、今回はなんかなんもない。行けばいいのかな？ラスト1個だけど。うわ、え？今までと違う。何これ？ボロボロ。なんかが暴れたみたいな、確かに。え？暴れたって何が？ハロー、子供たちよ。博士。うわ、博士か。びっくりした。通信はあるんだね、普通に。すまない。ここってなんで壊れてんですか？それはすまない。え？ハロー、子供たちよ。怖い。え？あ？すまない。え？怖っ。うわー、怖い。鳥肌やば。ハロー、子供たち、ハロー。うわ、やばい。なになに。やめて、キモいし、どうしたの？何？ハロー、子供たち、いや、トゥー博士。え？再起動を開始します。え？どういうこと？トゥー博士。え？なんか、通信変だったね。いや、通信、じゃないな、これ。通信というか、変。てか、あれってもう、わざとなら趣味悪すぎ。ちょっとビビった。もう、機械じゃなかった、今。え？いや、機械だよね。で、ここは、もうボロボロになってるから、機械、が正常に動いてないってことだよ、多分。早くロック解除して出よう。やっぱ、あれって、もう、なんかちげえじゃん。いや、なんかちげえどころじゃねえよ。ここの壊れ方、凶暴なポケモンが争った。確かに、そんな感じする。研究者を一人増やし、え？効率が2倍に。僕と同じ知識と技術を持っている。クローンみたいなこと？少し合理的すぎるが申し分ない。そんなことまでしちゃってんの？もう一匹、ミライドンの転移に成功。2号はとても気性が荒い。なるほど。ちょっとレポートするか、これは。もしかして3人で暮らすみたいなのって、フトゥー博士2人とペパーってこと？違うかな？